セブンイレブンサタデースペシャルゴッドアフタヌーン。アッコのいい加減に1000回。皆さんこんにちは、ご機嫌いかがですか。和田アキ子です。こんにちは、日本放送柿原忠です。3月も折り返しに入りまして、来週月曜日はですね、いわゆる平成最後の春のお彼岸の入りということになりますね。平成最後って聞き飽きたと思うけど、なんかやっぱりこう実感湧いてきたね。湧いてきます。なんか今もうなんか平成最後の、4月30日だけに結婚式あげたいとか、はい、なんかその日に赤ちゃんを、産みたい、もう出産予定日なんだけど、はい、できればとかっていう、なんか最後とか最初ってやっぱ好きなんだね。とりわけ初めてですから。なんか平成最後でなんか予定してることある？何にもないです。私も何もない。はい、なんか あったら教えてほしいな。何もないわ。だって昭和が終わる時にはこういう風にね、いや最後ですねって明るい雰囲気ではないわけですから、はいはいはい、やっぱりみんな初めての体験なんですよね。あ、つまり、ちゃんと明るい雰囲気のまんま言語が変わっていくというのを初体験してるんですよ我々は。なるほど。昭和の時は陛下がお亡くなりになるので、はい、昭和天皇が、はい、あ、でもそういう悲しいっていう意味で言えばね、元気ですし、その天皇家さっておいて、日本の国内でいうと平成っていうのは災害がすごい多い年だったし、ある意味忘れちゃいけない年なんだけど、はい、でも、なんか結婚したいとか、結婚したいとかって悪いんじゃなくて、結婚式あげたいとかね、子供をその日に産みたいとか、平成最後の売り尽くしって売れへんかったと思う。平成の残り物何かというと、なんだか、安直につけてやしないかとも思いつつ、さっきあこさんがおっしゃったように、でも記念になんかやっぱり記憶に留めておきたいみたいなのも分かりますし、はい、だからもうこれからカレンダー業界とか今から入れんねんで。そうですね、カレンダー業界とか、この間ちょっと神楽坂行ったの言ったっけ、はい、竹山と、竹山さんと勝俣浩二さんと勝俣さん、そしたらね、ポスターいただいて、で、あこちゃんこれ持って行ってって言ったら、やっぱり言語を書いてないのね、西暦だけだ、西暦だけ書いて、どうするのこれ決まったらって言ったら、後で入れんのよ。でももうポスターなんて古いからもう出せないわねなんて言う。ポスター飾るってものすごく粋なのよ、芸者さんのこの着物を着て、で華やかなの。まあ、神楽坂ですね。でもポスターを飾るって言葉が響きがなんかね、もう昭和って感じでしょ。そうですね、平成ではなくて昭和、はいはい、でもポスター業界はもうあの手この手で、だってアイドルなんて未だにポスターとかあるんだから、ね、大事ですもんね。需要はありますよね。いやでもあと2週間、あと2週間で新言語が発表になると。私らもなんかちょっと言い方変えてみろ、オープニングのなんか平成さよなら新言語こんにちは、なんかいやいやちゃちゃ今決まってないよ。ですか、なんか2文字が2文字でしょ、どうせ。そうですね、うん、まあ、どうせというか決まってます、2文字っていうルールで決まってます、ね、2文字でしょ、はいはい、だから2文字さんこんにちは、長いお付き合いしましょうね。なるほど、何か新言語に愛着を込めて呼びかけるように、いやなんかもうだってみんな決まってんの、今日で新言語終わりましたね、はい、で皆さん今日から新言語何々ですっていうの決まってるから。決まってます決まってます。なんかね、準備してる、違う家かな。そうですね、まあその時の雰囲気がね、だどういう雰囲気になってるのか分かりませんけれどもね、まあやっぱりあとはあれですね、この時期になると、桜の開花が気になってる方多いと思いますが、日本気象協会の最新の開花予想ではですね、はい、最も早いのが福岡と愛媛県の宇和島だそうです。でこれがもう今月18日ですから。福岡ですか、なんか福井の方も早いってなんか聞きましたけどね。福井も早いって情報もありますね、はいはい、でこのいい加減に1000回が放送されている地域でいうと、はい、高知も早めで今月20日だそうです、はい、大分が25日、山子さんがおっしゃった福井が28日、で東京が21日、春分の日の予想ですね。これは例年と比べて例年通り、いやちょっと早いんじゃないですか。はい、まあ、いいものを早く見てもね、
新元号が発表される4月1日はまだ桜は残ってるんではないかと、はい、いうんですね。はい、はい、まあ、そうやってどんどん時間は経っていきます、うん、まあそんな中アッコさんもね、はい、ブルーノート東京に向けて着々と準備が進んでいるということでね、リハーサルも大変大変、本当に佳境に入ってて大変です。でもリハーサル大変だけど、うん、手応えとしては一個一個進んでる感じもあるんですよね。なんか見えてきますね。どういうわけか、人によってはね、一人で、名前が出てこないな。Don't wanna be happy は誰だっけ、名前が。ボビー・マクファーレン。うん、そうそう、ボビー・マクファーレンっていうね。まあ、この歌、これ言ったっていいと思うんだけど、これ初めて歌うんですよ。でも私聞いた時すごい良くて、これはもう幸せになれんな、気が楽だな、楽な歌だななんて思ってたら、一人で全部レコーディングしたらしい。全部というのは、もう口笛が入ってるんだけど、はい、口笛から打楽器から歌から、だから歌い方が全部違うのと音がいい加減、これでちょっと迷ってたら、ファレルのなんかハッピーだからハッピーな歌ないかなと。ファレルっていうハッピー、これも大ヒットした、はい、ファレルのハッピーも一人で作ったらしいのよ。でファレルって人はこのハッピーって歌作った時に、アメリカでヒットしたから、もうなんか有名な話で1日24時間分1時間ごとに何インスタかなんかにアップして全部歌い方変えてんだって。知らなかった、それ。全然知らなかった。そういうのあって、どこをどうやって撮ろうかとかさ。ということは、そういう歌の場合、例えばこういう音程やこういう歌い方が正しいんですというものがないので、譜面にも書けないし、で譜面っていうのはアメリカから取り寄せたんだけど全く歌と合ってない、で大体フェードアウトね、シューッとちっちゃくなっていくし、ライブで終わらせ方も考えないといけない。それで楽器編成がまず違うから、はい、で今そんなところでうちのバンマスがもうすごい気にして、でもちゃんとしたものを聞かせてします。やうちの、はい、マネージャーが見えてきましたって言ってましたから、はい、見えてきましたって言ったら、なんか結構私の黄斑変性症について、なんかアコさんの左目のね、はい、黄斑変性症は皆さんからのリクエスト、リクエストっていうかクエスチョン、これね、ネットでも実は話題になってるそうなんですよ、はい、黄斑変性症というのは、はい、網膜の中心部にあって視力に重要な神経が集中している網斑という場所、はい、ここに障害を受けると視力がやっぱり低下するわけです、ね、そうなんですよ。左目ね、あんまりでも聞き慣れてない方多いと思うんですよ。知らなかったですよね。私もあんまりこの視力左目があんまりねよく見えなくなってきて、でちょうど私は眼瞼下垂の手術もして、でちょっとガチャ目というかね、右目を切って左目がちっちゃいっていうのもあったんで、ちょっとこれは検査にもう一回行きたいと。でこの眼瞼下垂を診断してくれた先生のところに行ったんですよ、はい、そうすると同じ眼科で、うん、はい、これは黄斑変性症ですね。眼瞼下垂の場合どっちかというとダコさんとか眉毛が垂れるという、ま、目がね、見た目でも分かりやすいじゃないですか。そう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 、黄斑変性症の場合はダコさんのいわゆる見え方の問題なんですよ。どういう風に見えているのか。これ、ね、もう私も60過ぎて70近くなって、この胃肝線回はありがたいことに10代からね、この間なんて80いくつの方にもね、メールいただいたりファックスいただいたりして、視聴者年齢幅広いと思うんですけど、私ぐらいの年の方は本当に絶対検査を受けられた方がいいと思う。そうですね、欧米だと、うん、失明の原因としてよく知られてるんですってね。私もね、このまま放置しておくと見えなくなりますよって言われて、目に麻酔の注射を打って、でも手術自体はね、麻酔が効くの30分くらい待って、それで手術して、なんかこうもう一回検査するときに瞳孔を開ける薬っていうのやって、それもまた30分くらい待つんですよ。なんか傷かなんか見るっていう、なんだかんだで1時間ちょっと手術室とかそうじゃなくて眼科で1時間ちょっとでできましたけどね。だからアコさんもこういう日々の仕事の中で目の手術とかをやりながらということなんですけど、はいはい、まあ一応今治療法としては、うん、
新たな治療法として注目されているのは iPS 細胞による再生医療なんですって。全然聞いてないんですか。これも未来の話だと思うんですけどね、はいはい、大きな期待と注目を iPS 細胞が集めているからということと思いますよ、はいはい、あとは、まあ、亜鉛とかですね、はい、ビタミン A、C、E などを取ると発生率が低くなることが分かっているそうなので、まあ、日頃からビタミン E は先生に飲みなさいって言われて、はい、あの3点で出してるの飲んでますけど、右目もその可能性があるって言われて、だから目この頃大変そうですね、偶然ですけど目が重なってますよね、その目に関することが、はい、ということで、まあ、ラジオ機の方も気になってる方は、はい、ね、すごい話題になってそうなんですよ、ネットでも話題になって、先週爆問の田中に目どうしたんですかとかって言われて、僕もちょっとその疑いがあるって言われたんですけど、爆問の田中だよ、田中翔太言ったの、はい、お前も私ももうカレーやから社内のちゃう、カレーで一回調べてもらって、はぁとか言ってたけど田中さんにしてみれば同世代という意識はないと思いますけど明日聞いて、はい、あと話は変わりますが、うん、アコさんが出演されたフジテレビ系のですね、あの川柳で宿泊した番組川柳四天王復活強敵襲来スペシャル、来週19日火曜日夜7時から放送されますんで、アコさんは伊集院光さんとね、はい、平成のぶしこぶしの吉村さんとミスター社長子さんとのチームで、もうみんなに教わって、はい、私はもうただあのガヤでしたね、ガヤでしたか、はい、楽しかったです、クイズとしてはほとんど戦力にならなかった、はい、そうです、ということでしょうね、はい、はい、そういう様を多分取りたくてアコさんをブッキングしたんだと思いますよ。今日はなんかね、はい、告知しなかったんですけど、後でカンニングの竹山が、はい、竹山さんがですね、うん、スタジオに生登場でございますんで、はい、はい、ぜひ楽しみなさってください。あとお知らせもう一つ、はい、アッコさんのですね、去年の50周年記念イベント、はい、日本武道館で行われたワダフェス、はい、断れなかった仲間たちワウワウライブで、放送がまたありますので、再放送ですね、これも19日火曜日夜です、10時45分から放送されますんで、ぜひぜひご覧ください。竹山に言われたからな、なんかアッコさん帰って何でも何の番組だったっけな、なんかもう罰ゲームが多すぎる、何同じ部位ばっかり見せられるっていう、アコさんの家でですか、そうだから今日ちょっとその件についてもゆっくり公開でお話ししたいとなるほど、宣言ですね。竹山さんは11時30分過ぎに登場でございます。あ、竹山今なんか U ターンしたって聞いたけど大丈夫来てくださいよ竹山さん、お願いします。大丈夫だって今度明後日なんだっけ、メジャーリーグのオープン戦を連れてってやるって、行きたいです行きたいです、何よく聞こえない、行きたいですって、もう声を大にして言ってたから何やってもついてくるメジャーリーグのオープニングゲーム、はい、ということで、それではアッコさんの1997年のアルバム、懐かしい、ダイナマイトグルーヴ和田アキ子から一曲お送りしましょう、はい、和田アキ子でサニー。